はい、どうも、アトです。今日はですね、日曜日に行われます、金庫賞の予想をしていきます。まあ、枠が出たわけですけどもね、すごい並びになりましたね。なんと、逃げ馬の湘南バルディ、ギベオン、ジャックドールとね、なんと、1、2、3と並びました。ということでですね、なかなか面白い隊列になりました。と、その前にまず先週を振り返らせてください。先週は、弥生賞ディープインパクト記念がございました。まあ、勝ったのはですね、アスク・ビクター・モアで、ドーデュースは2着でした。で、私の方はというと本命がボーン・ディスウェイでした。まあ、これはですね、ずっと前から言ってまして、正直言ってですね、本当にボーン・ディスウェイ自信ありました。まあ、9番人気はね、さすがにおかしいだろうって僕ね、ずっと言ったじゃないですか。まあ、まさにその通りになりまして、見事に、3着入ってくれました。まあ、馬券としてはですね、副賞のみになりますけども、見事、完全的中することができましたんで、そこは良かったのかなと思います。はい、ではですね、こちらをご覧ください。金庫賞過去10年分のデータですね。人気別は、まあ、そうですね、結構波乱傾向があるという感じですね。で、客室別が、まあ、こんな感じで、まあ、枠別がこんな感じで、まあ、年齢別はね、やはり、4歳が強いということになっております。はい、では詳しく解説していきます。じゃあ、まず一番人気予想のジャックドールからいきましょうか。まあ、この馬はですね、連勝を重ねてきてですね、まあ、すでに、G1 級なんじゃないかともですね、巷では言われてるんですけど、僕はそうは思いません。なんでかって言いますと、やっぱりまだ単純にその能力はあるかもしれないですけれども、リステッド競争までしか勝ってないという事実なんですよ。で、確かにね、その東京ですごいね、早いタイムで勝ってきましたけども、なんかね、もしかしたら日曜日天気がちょっと悪くなるみたいな予報もあるんですよ。ってなったら、じゃあちょっとね、馬場が重くなった時にどうなのってのがね、出てくるんですよ。で、あとこれもね、前の動画の時でも言ったんですけど、なんかね、陣営がもしかしたらこれからのために控える競馬をするみたいなこと言ってるんですよね。まあ、それはね、ちょっと本当かどうかわかんないんですけども、僕はこの馬の場合は絶対にもう行けるとこまでね、そのスピードを生かした逃げをね、やった方がいいと思うんですよ。今からね、そういった、せっかくね、ここまで連勝来たのに、そんな控える競馬をやるんだったら、僕はね、正直言って買うべきではないと思っております。ってのが不安ですよね。内枠に入りましたし、枠はいいとこ入ったと思うんですよ。まあ、ただね、そもそものまず実績がね、どうなのってお話ですし、まあ、何より控えるというですね、噂が出てますんで、もしね、それが本当だったら、ちょっと買えないですよねってお話になります。で、2番人気予想がレイ・パパレですね。まあ、宝塚記念からですね、少々、まあ、お疲れかどうかわかんないんですけども、調子が悪いです。で、やっぱりもうレイ・パパレって G1 勝ってるわけで、今後の一番の狙いって間違いなく大阪杯なんですよ。もしくはビクトリアマイル。なので、ここって僕ね、100の状態で来ないと思うんですよ。まあ、実中八九をその大阪杯の叩き台みたいな感じだと思うんですよ。で、その先行馬も今回、このレイ・パパレって前行くじゃないですか。でも、このね、1、2、3のこの3頭が、まあ、行くとなると、レイ・パパレがですね、うまいこと前行けない可能性もあるんですよね。ってなると、ちょっとね、後ろになってしまって、まあ、いい競馬ができない可能性が高いんで、ちょっとね、ここでは変えづらいかなと思っております。お次が3番人気予想のサンレイ・ポケットですね。まあ、天皇賞秋、ジャパンカップ4着と、まあ、ある程度構想して、で、京都記念もですね、3着になりました。で、まあ、本来だったら買うべきなんですけども、まあ、いくらね、13頭立てとはいえ、僕は大外は買いたくないですね、この人気で。今回開幕週になるわけで、やっぱりね、そうなるとどう考えても内が有利なわけですよ。ってなると、この差し馬を、その大外で買っていいのかってお話になるんですよね。ってことで、ちょっと評価下げ気味ですね。じゃあお前はどの馬を狙うんだって言われましたら、先ほども言いました、開幕週で前が有利だと。ってなったらもう本当にいい馬がいました。今回も正直自信あります。1枠1番の湘南バルディですね。まあ、前回の動画でですね、この馬がある程度前行ってくれると。なので僕はね、内枠に入ったら買いって言いました。最高の枠に入りましたね。やっぱりその前行く馬、逃げ馬が1枠1番ってどう考えてもアドバンテージしかないわけですよね。やっぱり最短距離でロスなく走れますし、逃げ馬にとってはどう考えても内枠っていいわけですよ。で、この前々走、中日新聞杯、まあ、あのアフリカンゴールドをですね、倒して勝ってます。で、まあ、日経新春杯は大敗しましたけども、中京のその2000と2200っていうのは大きく変わりまして、中京の2200になるとなぜかね、すごく差しが決まるようになるんですよ。
で今回は中距離の 2000m です。で1枠1番です。前々走重賞勝ってます。で鞍上がですね、酒井騎手から岩田騎手に戻ります。これを買わずして他何を買うんだって僕は言いたいぐらいなんですよ。ってことで、もうこれはもう自信の湘南バルディですね。こんなに条件が揃ったのに僕が買わないわけにはいかないんですよ、何があろうと。ってことで、もう自信の湘南バルディ本命ですね。1枠1番も逃げ馬先行馬、前々走同じ舞台を勝ってる、なんでこれを買わないのってお話になりますね。ってことで、湘南バルディですね。であとは昨年ですね、最低人気で、勝ったギベオンが気になる方もねいると思います。結論から言うと僕はもういらないと思います。なんでかって言いますと、まあ、去年ですね僕この馬を穴馬にしてたんですけども、まあ、今回いらない理由はもう単純に力です。新潟記念、17着でそこから5ヶ月休養して何落ち迷ったかね、ダートに行ったんですよ。で案の定、5秒4負けると。でそこでねいきなり金庫賞来るわけですよ。もう迷走時期に入ってしまってるんですよね。で今回ギベンを買う人っていうのはおそらくね昨年ギベオン買えなかった人だと思うんですよ。僕は去年ギベオン買えてたんですよ。ってところで今回ね正直言ってもうバッサリ切れます。まあ、昨年のようなですねもうことはうまくいきません。まあ、なんでね昨年そもそも勝ったかっていうと、まあ、だからここですよね。去年の金庫賞、まあ、227倍で勝ってます。でこの前年です、2020年の金庫賞、これ4着で 0.4 秒差じゃないですか。で勝ったサートルナーリアは強かったんですけども、この馬も正直言ってスムーズにあんまり競馬できてなかったんですよ。なのでスムーズだったらもしかしたら3着2着あったのかなと思ったんですよ、この2年前の金庫賞。そうしたら翌年、金庫賞勝ちましたよね。でも今回はそういったなんていうんですかね、ここ最近ですね構想するような材料を全く見せてませんですし、そもそもね湘南バルディジャックドールといるんで、じゃあこれらの馬を差し置いて逃げれるかって言ったら僕は無理だと思うんですよ。ということでギベンはいらないです。であとは、まあ、個人的にね軸で結構硬いと思ってるのがポタジェなんですよね。でこの馬って、まあ、ある程度前行ってくれると。で昨年の3着で、まあ、このね G1 はちょっと足んないんですけども G2、G3 で堅実に走ると。でこのポタジェの場合は、まあ、ある程度前行くと。でこの 1,2,3 がこれ前行くじゃないですか。ってなった場合、その逃げた馬の後ろ、要するにそのインのポジションですね、まあ、4、5、6番手ぐらいになると思うんですけども、隊列から言うと一番先行馬にとってはいいとこ取れるはずなんですよ、展開予想からいくと。ってなった場合ポタジェもですね、この馬も正直ね多分そこまで人気はしないはずです、他に実績馬がいるんで。ってなったらポタジェ、絶対に買わないといけないと思います。で危険な人気馬になるのが、まあ、今回は赤い糸ですね。この馬ってエリザベス女王杯、まあ、まくって強い勝ち方してですね、もともと差し馬なんですよ。で開幕週の中距離はやっぱり僕前有利だと思うんですよね。でこの 2000m をその大外から差し切る映像って僕全く思い浮かばないんですよ。で赤い糸はやっぱりねどう考えても最大の目標は大阪杯もしくはビクトリアマイルだと思うんで、まあここは叩き台だと思うんですよね。ってことで客室も合わないですし、狙いはねまだまだ先なんでね、ちょっと赤い糸は買いづらいかなと思います。はい、ということですね、金庫賞これで以上になります。で今週はこちらのレースもございます。中山牝馬ステークスですね、こちらもまあささっとやっていきます。まあ、人気馬が、まあ、このミスニューヨーク、ドナートラエンテ、ルビーカサブランカ、テルゼット、まあ、多分ねこの辺がすごい人気すると思うんですけども、この4頭が全部差し馬なんですよね、今挙げた4とか。ってなるとどうなるかっていうと、やっぱり前が手薄になるわけですよ。って思って先行馬も見たんですけども、この1枠1番のロザムール、シャムロックヒル、ローザノワール、スマイルカナト、なんとねこちらも逃げ馬がね3頭、逃げそうな馬が1頭いるということで、まあ、展開が結構ね極端になりそうなんですよ。じゃあ後ろから行く馬と前行く馬どちらを狙うかって言ったら、やっぱりね僕は人気のない前行く馬を狙いたいです。じゃあどれがいい逃げ馬になるかって言いますと、1枠1番のロザムールですね。まあ、さっきの金庫賞と同じ理屈ですよね。単純にやっぱりね前有利の、ね、中山競馬場で1枠1番逃げ馬、それだけです。やっぱりね何度も言いますが、1枠1番に逃げ馬が入ったら買わざるを得ないんですよ。ってことで、まあ、ロザムールと、まあ、ここ最近ですね、まあ、着順落としてるスマイルカナですね。まあ得意の中山でもですね優れないんですけど、今回は中山の1008になります。一春伸びますってことで、距離が伸びてですね、もしかしたら一変するんじゃないかという意味も込めてですね、スマイルかな面白いかなと
思っております。ということでですね、まあこんな感じで中山牝馬ステークス狙いたい穴馬はロザムール、スマイルカナの2頭になります。はい、ということでですね、これで以上になります。また明日はですね、金庫賞、フィリーズレビューの最終見解をやっていきます。はい、これで以上になります。あとですね、私ツイッターノート、メンバーシップやっております。よかったら概要欄に貼っておきます。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。